ルフェイスのアムロ編ですが、家賃もかなり良いので渋谷区が有力ですね。限りなく近い物件を特定することができました。私立探偵、バーボン、公安とトリプルフェイスのアムロさんですが、非常な人気を誇っています。そんな中、アムロさんの生活の実態を知るのにうってつけの漫画があります。こちら、ゼロのティータイム、日常と書いてティータイムと呼びます。今回はこのゼロのティータイムに書かれている内容に基づいて、なんとアムロさんの家を特定してみたいと思います。またこの後説明するように、アムロさんの本名は古谷玲ですが、ここではコナンたちと同じようにアムロさんと呼ぶことにしたいと思います。本名古谷玲、29歳、警察庁警備局警備企画課、いわゆる公安、通称ゼロに所属しており、プロの組織にコードネームバーボンとして潜入捜査をしています。またバーボンとしての活動のために、もう一つの表の顔として私立探偵アムロトールの存在を作り上げました。さらに私立探偵としての活動の流れから、毛利小五郎の弟子にもなりました。つまり私立探偵も小五郎の弟子もバーボンも全て公安の潜入捜査の一環ということになります。アムロさんの家を特定するために、まずはアムロさんの部屋の特徴をゼロのティータイムから拾っていきたいと思います。アムロさんはメゾン木場という3階建てのアパートに住んでいます。部屋の間取りは 1DK で、畳8畳分の寝室があり、コンロは2口あります。そして日当たりもかなり良いので、おそらく南向きだと考えられます。またアムロさんはマツダの RX7 というスポーツカーに乗っていまして、地下駐車場に停めているのですが、車を停めてからアパートまで歩く描写があることから、この地下駐車場はアパートについているものではなく、近くで月決めで借りているものと考えられます。そしてアムロさんはハルという犬を飼っていますので、ここはペットか。ギターを弾いていることから、楽器の演奏も可能ということになります。アムロさんが洗面台で歯磨きをしている様子があり、まだ描かれていない謎のスペースがあることから、おそらくここにバスルームがあるに違いありません。ちなみに風呂トイレに関しましては、アムロさんの風呂上がりらしいシーンはあったのですが、残念ながら肝心のシャワーシーンは描かれていませんでしたので、風呂トイレが別かどうかは分かりませんでした。というわけで、これまでの情報をまとめてみると、アムロさんの部屋は大体こんな感じになります。アムロさんの家の住所を突き止めてみましょう。メゾン木場は米花町にあるのですが、そもそもこの米花町という町は架空の町です。しかしコナン原作のコミックス94巻を見ると、湘南新宿ライン快速がモデルの湘南新宿トレインで、おそらく渋谷と恵比寿の間に位置しています。つまり渋谷区が有力ですね。さらにアムロさんは犬の散歩コースとしてテームズ川という川を通っています。渋谷区を流れる川といいますと、渋谷川か目黒川ですが、渋谷川は地下を流れている川ですので候補から外れます。そしてこのテームズ川、なんと野球ができるほど広い河川敷を有しているのです。実際に米花町の草野球チームにアムロさんが助っ人として参戦して試合をしています。今回確認のために目黒川沿いを Google ストリートビューで辿ってみたのですが、そのような広い河川敷は確認できませんでした。都内で野球ができるほど広い河川敷を持っているのは江戸川、荒川、多摩川ですが、この中で一番渋谷区に近いのは多摩川です。ちなみに実際の多摩川にある野球場は渋谷区から車で30分のところにあります。米花町の町内会の草野球チームはそんな遠くまで行って野球をしているのですね。さて、ここまでアムロさんの家の間取りと住所について考えてきました。ここでおさらいです。アムロさんの家は東京都渋谷区にある 1DK で、8畳の和室の寝室がある。ベッドか、楽器相談か、南向き、コンロ2口、近くに地下駐車場あり、近くに川あり、おそらく多摩川という特徴を持っています。さあ、これらの特徴を兼ね備えた家は存在するのでしょうか。ここからは実際の不動産サイトを使って、先ほどのアムロさんの家の特徴を持つ物件を探してみたいと思います。今回はスーモ、ホームズ、アットホームを使いたいと思います。まずは渋谷区にある賃貸を探してみると、スーモ 27,283 件、ホームズ 4,086 件、アットホーム 6,754 件が見つかりました。スーモの物件数が多いですね。この中で 1DK の物件に絞ってみると、スーモ 1,696 件、ホームズ291件、アットホーム435件が見つかりました。まだまだ絞りきれませんね。続いてコンロ2口、南向き、ペットか、楽器相談かの条件を加えてみると、スーモ3件、ホームズ0件、アットホーム0件が見つかりました。ここでホームズとアットホームが脱落です。では残った3件はどうでしょうか。残念ながらペットかで、なおかつ畳の部屋というのはありませんでした。さて、ここで終わってしまうわけにはいかないので、ここからは渋谷区に限定せず、なんとか都内でアムロさんの部屋に近い物件を探してみようと思います。
先ほどペット科でなおかつ和室の物件を探すのは困難でしたので、ここからはペット科の賃貸専用の物件サイト、ペットホームウェブを使いたいと思います。ちょうど東京都の和室があるペット科の賃貸特集というページがありました。ありがたいですね。 1DK ペット科和室ありの物件は都内で116件見つかりました。さらにそこから和室、玄関、キッチン、押し入れ、バスルームの位置関係を重視して一軒一軒間取り図を確認していきました。そしてついに安室さんの部屋に限りなく近い物件を特定することができました。ここに安室さんが住んでいることでしょう。ただ全国の安室ファンが殺到してしまうと安室さんに迷惑をかけてしまうことになりますので、詳しくは言えませんが、府中の方にある物件です。こちらは和室が6畳で少し狭くはあるのですが、キッチン、玄関、バスルーム、押し入れなどの位置関係がほぼ完璧に一致していますし、駐車場も近くにあり、多摩川沿いです。家賃は5万円台で、しかも敷金礼金がゼロです。安室さんらしいですね。さあ今回はゼロのティータイムなどの情報を参考に、実際の物件を調べて安室さんの家を特定してみました。これからも安室さんの動向を追っていきたいと思います。ありがとうございました。